佐藤直樹は兵庫県神戸市出身のプロ野球選手。宇藤右内。福岡ソフトバンクホークス所属。小学校1年から名田西レーダースで野球を始める。小学校時代は最初は投手をやっていたが肩の強さを見込まれ保守に転校する。中学校は宝徳学園中学校に進学指導校の軟式野球部に所属していた。 高校進学後2年には瞬足を見込まれ、外野手に転校する。高校時代は、甲子園出場はなく、卒業後 JR 西日本に入社する。JR 西日本に入社後は2年目には、右翼手のレギュラーに定着し、2018年の第89回都市対抗野球大会に出場するも、3試合で8打数に安打3、三振という成績に終わる。しかし、 3年目の第90回都市対抗野球大会では JFE 西日本の補強選手として3試合に出場し14打数6アンダ3打点の成績を残し大会優秀選手に選ばれる。そして2019年10月より行われた第45回社会人野球日本選手権大会に出場するもチームは初戦敗退し自身は4打数1アンダの成績に終わる。 同社勤務時には、広島支社に所属し、広島駅係員などを務めた。2019年10月17日に行われた、プロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークス、よりドラフト一巡目指名され、11月27日、入団交渉を行い、契約金1億円プラスで木高5000万円、年俸1600万円で契約合意に達し、12月5日、 入団発表会見が行われた。背番号は30。2020年10月21日のウエスタンリーグ、広島戦で球審の判定に対して、暴言を吐き、退場処分を下され、厳重注意と制裁金5万円を課された。同年は、結局一軍昇格はなく、二軍戦では59試合に出場し、打率、229に終わったものの、 盗塁失敗例で20盗塁を記録、ウエスタンリーグの盗塁王を獲得した。オフに100万円減の推定年俸1500万円で契約を公開した。2021年4月29日の北海道日本ハームファイターズ戦で8回裏西の場面で中村明の代走として一軍初出場を果たし、その後の9回表の守備にもついた。 強剣と瞬速を自負しており、50メートルのタイムは5.8秒、遠投は120メートルを記録している。反面打撃については、自己評価だけでなく、スカウトからも評価が低く、JR 西日本時代の2年目の都市対抗野球では、打率250に終わったこともあり、確実性が課題とされる。ありがとうございます。